と思うんですけど、ちょっとまだあるところ、うん、ちょっとね、注目していただきたいね部分がね、あるんですよ。そのミュージックビデオの話の流れの中で注目していただきたい部分がね、あるんですよ。そうなの。今日幸薄い顔してる。今日なんか幸薄いよ、顔が。今日顔黒くないですか？いつも以上。今日顔が黒くて本当に。なんででしょうか。なんかすごい顔黒くない？音だ？音大丈夫か？音が。いつもなんか初っ端なんかダメですよね。大丈夫かな？大丈夫ですか？大丈夫かな？前髪が。大丈夫ですか？大丈夫かな？うん。大丈夫そう？大丈夫？わからない。わからないけど。わからないけど大丈夫かな？大丈夫。オッケー。よいしょ。うん。ありがとうございます。エピソード6。そう、ドキュメンタリーのエピソードがね、公開されました。YouTube にて。見ましたか？皆さん、見てくださいましたか？ミリアのね、の、話、お話だったりとか、いつも、なんだろう、バラエティとか、やらさせて、そのショールームだったりとか、フレッシュだったりとか、私たち番組を持たせていただいてまして、で そこで最初の頃はバラエティみんな初めてだったし、分かんなくて、なんかどうやって喋っていいのかとか、なんか MC の方なんか喋っても拾われなかったりするし、なんかうまく喋れなかったり、なんか話振られてもなんか上手に喋れなかったりする時ってみんなやっぱりあって、のそのエピソードの中で映ってたミリニャ の名古屋のラジオとか取材とか、なんだろう、取材とかって数人でやることが結構多いんですけど、そういう時ってのライターさんが話を振ってくださる時もあれば、なんだろう、クロストーク、自分たちで話をしたのが使われるものとか、いろんな、ね、取材のあれがあったりするので、そういうのとかでも、なんだろう、やっぱ自分がうまく喋れないかったりするとみんなへこむし、でもそういう時ってどうすればいいんだろうってなっちゃうのがすごく伝わって、でもあの時は、そうね、去年、まあ、去年の話なので、まあ、今ねこの数ヶ月間やってきて、結構みんなだんだんつかめてきたんじゃないかなって思いますよ、きっと。やっぱりなんかラジオとかってまだそんなにやらさせて出演させていただく機会がねまだそんなにないし、ラジオってしかも声だけしか届かないものだから、なんだろう、他の映像がついてるのよりかは難しかったりするから、そういうところとかね、
これからなんだろう、みんなそれぞれさ得意分野とかあるし、苦手なところもあるから、そういうところをね補いながら頑張っていきたいと思ってます。いやそう、ちょっと待っていや私あのミリニャの話が終わった後に、あの私のね映像がちょっとだけ使われているんですけど本当になんかその感動のね、感動の話の流れで来るじゃないですか、その後。いやちょっと待ってくれといやちょっと待ってくれと、の私の髪の毛ボサボサすぎないかボサボサすぎないかで、あのこの間も言ってたスタッフさんにボサボサ、髪の毛がボサボサって言われるのは、あのドキュメンタリーのカメラの方、あのドキュメンタリーのその取材あのなんだろう、インタビューをしていただいてる方にね言われたんですけど、髪の毛がボサボサってで見るじゃないですか、見たら本当にボサボサで、あれ多分高校の学校帰りに取材というかインタビューだったので、あのちょっと制服っぽいねのを着てるんですけど、そのねあれなので本当にの大変ボサボサで大変申し訳ございませんでしたとこの場で謝りたいと思います。本当にごめんなさい本当にごめんなさい、うん、本当にびっくり、なんかごめんなさい、なんか本当にごめんなさいって感じ本当にごめんなさい、私ボサボサでごめんなさい、ボサボサでごめんなさいしか出てこないんです本当に、うんうん、ドキュメンタリーぜひ皆さんも見てください。今回はなんか今までとはちょっと違う感じのドキュメントにねなってたりするので、その今まではなんかイベントに目標、イベントがあって、でそれに向かって走っていくみたいな感じのドキュメントだったんですけど、今回はまた違って、なんだろう、メンバーの心情だったりとか思ってることとかそういう部分がねの撮影していただいているので、本当にイコラブのドキュメントの方もいつでもどこにでもいるんです本当にびっくりするぐらいどこにでもいい意味で本当にいつもね密着していただいているので、そのなんだろう、いつも撮ってくださってるからこそ、ちょっと素の私たちが見れるんじゃないかなと思っております。お茶を飲みます、緑茶です、美味しい私は緑茶とほうじ茶が好き、うん、ボサボサコーション公開ボサボサ会議、本当に公開ボサボサ会議にしてもなんかクッションなんか持っちゃってね、なんかね、あれはなん、ボサボサ好きにはたまりません絶対違うでしょ。ドーナツ食べてる大葉花ちゃん可愛かった、あれドーナツじゃないんですよあの次回のエピソード7はですね、獣フレンズのエピソードドキュメンタリーなので、私も楽しみ、獣フレンズのドキュメンタリーはちょっと楽しみなのでワクワク。あれね、多分エピソード何、次の次回予告で映ってたのは、あれはリンゴを食べてますそう今も花ちゃんの後ろに、あ、いないですね今日もいました、うん、さ
カードの特典はもっといっぱいなのかな、お楽しみに。ほうじ茶今日2つも買ってしまった。これは加賀棒ほうじ茶と、もう一個は今日の朝ちょっと寒かったので、おーいお茶伊藤園のほうじ茶を買いました。ドキュメンタリーすごくいつも素敵に編集してくださいますよね。本当にめちゃめちゃおしゃれに編集してくださってますよね。めっちゃ素敵、ありがたいですね。ありがとうございます。じゃあその綺麗なおしゃれな映像に私もいつか自信を持っておしゃれに映れるように。髪の毛がツルツルに映れるように頑張って毎日整えていきたいと思います。丸ごと食べ、あれね、ちょっとちっちゃいリンゴなんですよ。姫リンゴみたいな感じ、こんくらい、普通のリンゴこんくらいじゃない、こんくらいのリンゴがいっぱい詰まっていた。なんか獣フレンズの稽古の時に近くにスーパーがあったので、そこでなんかコンビニとかには売ってないもの、スーパーのが安かったりするじゃないですか、食べ物とかって。だからスーパーに寄ってから稽古場に出ました。でそこで袋のリンゴを買って食べてました、おやつ代わりに。あぶね、あぶね。こけるところだった、こけるところないない、つるつる、え、つるつるなんか言った、つるつるって言った記憶がない。なんだ、もう記憶にないぞ。リンゴ丸かじりしてる人久々に見た、嘘、リンゴは丸かじりだとなんか食べ応えあるから美味しいよね。カップリング早く聞きたい、お楽しみに。ドキュメン、努力してからが上手くなったの本当感動する。いやいや全然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 です、全然全然なんですよ、本当にまだまだだし、この間もちょっとうまくいかないとことかあったので、まあね、バラエティとかって基本楽しくやった方がいいと思うから、なんか最初の始まった頃の時はなんかいちいちへこんでたんですけど、なんか最近は、ね、なんだろう、それこそなんか変なんだろう、ちょっと自分がなんか笑われちゃったとかそういう時があっても、むしろそれが笑われた方がなんかいいのかなって最近は思ってきたので、それこそ本当に心が広いんです。心が広いし、なんだろう、やっぱりなんか笑われて恥ずかしいじゃなんかやってる意味がないから、だから自分からちゃんといけるようにならないといけないですね。そういちいちへこんでた私、一番今だから言うけど、わかんない、言ってたかもしれないけど、その時きっと君だのハロウィンの時にブルゾンちえみさんのコスプレをしたのがめちゃめちゃなんだっけ、めちゃめちゃ個人的にはなんかちょっとへこんだんですよ、その時はね。でちょっとへこんで引きずってたんですけど、その時なんで私はネタ枠なんだろうってその時めちゃめちゃへこんでて、でもなんか今振り返ってみたら、まあそんなに経ってないけど、今思えばなんかむしろなんかそういうのも堂々と
ていった方が見てる人も気持ちいいし、なんかちょっとのなんか恥じらいが見えるだけでなんかあんまり良くないなって思って、そう、なんだろう、そういう悟空の立場、マイカさんはねそういうのすごいノリノリでやる子なんですよ。だから私めちゃめちゃ私ノリ悪くて、ノリ一番は多分イコラブの中でノリが一番悪い人なんですけど、私ノリがめちゃめちゃ悪いので、そういうのもちょっと恥ずかしいし、普段そういうね、なんだろう、あんまり自分から積極的にやれるタイプじゃないからこそ、なんだろう、そういうのもなんだろう元気にやれるように、なんか何事だからこそ楽しむ、何事も楽しんでやることが大事だなって思います。そう、私めちゃめちゃノリ悪いんですよ。恥ずかしがり屋だねきっとめちゃめちゃノリ悪い、うん、文化祭で女装すごい天才かもノリノリ、そうだから、マイカはすごいと思う本当に。何事も なんて言うんだろう、そういうことに対して本当に全部ノリノリでやれる、その精神、気持ちの強さというか、なんだろう、そういうところがすごい、いつもすごいなって思いながら見てますアニテレ、アニテレ、アニ、2人がアニテレと、アニテレは私まだ登録してるので見てますよネタキャラネタキャラ、なんかネタキャラとかいじられキャラとかの立場になるのって、なんかそういうのもちゃんと楽しい気持ちが必要ですよ誰に言ってるのか分からないけど、分かりません。マイカみたいな子近くにいるといい刺激もらえそう。そうなの。なんか自分とは性格が真反対だから、すごい尊敬する部分がめちゃめちゃ見えるし、そういうのを見て、あ、自分もやらねばって刺激になりますと、本当にあれイオリとか瞳もノリいいもんな。その結構イコラブノリいい子が多いので、なんだろう、いい子、優しい子たちなんですけど、すっごいノリがいいところがいいところでそうなんですよね遠く見てたショールーム中は遠く見がち、そう画面見て喋れない、恥ずかしい よいしょ、謎に語っているのでちょっと、いや恥ずかしいのでやめましょう、私語るの恥ずかしいから やめよう舞台で花ちゃん好きになって知らないところたくさんあるけど、花ちゃんらしくていいと思います。ありがとうございます。いやいや
かんない。そう。グループの良さ。いろんな人がいるから、いろんなところを吸収できる。それこそ、なんだろう。見た目とかだったら、みんな可愛いから、自分もちょっと見た目頑張らないといけないなとか、人よりもなんだろう劣っている部分がたくさんあるため頑張らないばならないとか、そういう部分はねたくさん刺激し合って生きてますよね。昨日ね指原さんのね指原クオリティの100回更新ブログ、1日で100回更新ブログを深夜にかけて読みました。だから今日の夜は1日で200回更新ブログを読み漁りたいと思います。私まだね道端でねネギ見つけてないんですよ。道端でネギ見つけるのってめちゃめちゃ難易度高いと思うの。だって見つけたことありますか？道端でネギ。指原さんの一番最初のブログの記事が道端でネギを見つけた？拾った？見た？わからない。っていうね記事だったので、ちょっと私はまだの見つけてないんですよ。どうやったら見つけられると思いますか？ネギ畑の近くに行けばあるかな？あると思う？指原さんのブログの時ツイッターがあまり布教していなかった時代なので、ツイッター的な感覚でめっちゃ更新してて、一番印象に残ってるのがメンバーの方が指原さんのそのブログのためにネタ提供で組体操をしたっていう画像を送ってくれたよみたいな記事があって、私もメンバーからすごいネタ提供してくださるので、今私もブログやっててすごい同じ状況だなとネタ提供される立場同じ状況でありがたいなと思いながらそのブログを読みました。とさちゃんちゃんじ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 ゃん違うものを見つけないと。いや違うものだと何ですかね、最近見つけたもの、やっぱり手袋がよく落ちてましたね、冬だから。不況1個目で洗ってた、すごい。なんだっけ、そのブログって更新された時に更新しましたメールが届くよって指原さんのブログに書いてあったので、その100回更新の時はのメール登録してた方が100回1日に更新したよってメールが届いちゃったみたいなのがね書いてあったりして面白かったです。ブログって更新の通知って行くんですか？行きますか？行ってます？わからない、わからないけど、一度1日50回更新に挑戦してみたら？短くてもいいの？短くてもいいならなんか自分のことも書いていいならいいならね、できそうな気がする。わからない。いやでも難しそう。めちゃめちゃ暇な時にやりたい。でもその指原さんがブログ更新してる時ってなんか FNS 歌謡祭の本番がある時とか、オールナイトニッポンのそのラジオ中に始まったスタートしてる時とか、もうめちゃめちゃ忙しい時期にそのねあれをやってるのでめちゃめちゃすごいって思って通知来る、本当通知来るんだ、来るんだ、
じゃあ私が更新したら行くんですね。なるほど。短くてもいいんじゃない？本当？なんか短くてもいいのかな。でもブログってどうなんだろうね。難しい。なんかツイッターとかに、ツイッターってそんな、なんかツイッターってさ、めっちゃツイッターっていう。ツイッターってなんか文字一言でもつぶやける媒体じゃないですか。でもなんか私ツイッターつぶやくのなんか苦手になってしまったようで。なんだろうな、文字だけでなんかつぶやいてもいいのかなって、時折不安になる。で、私のねタイムラインにすごい可愛い女の子たちの写真がね、イコラブちゃんのね可愛い写真がたくさん流れてくるんです。なんかそこの流れてくる中に、私の意味わからないツイートを流してもいいのだろうかと不安になる時がねあるんですけど。うん、でもなんかそのツイッターよりブログに載せやすい写真とか、それこそネタ写真とか、ちょっと画質悪めの写真とかはね、ブログに載せやすいのかなって思います。何があるか知りたいって、スペシャル。SP とはスペシャル、つまりイコールスペシャルっていうのをさっき私ブログに書こうとしたんですけど、ツイッターに書きました。いや、手遅れコーションのそのスペシャルイベントね、なんかどこまで行っていいのかわからないので、でも何やるのか知りたいっていうね声をねたくさんいただいたので、言える範囲で言うとスペシャルなんです。顔がうるさい。スペシャルだって、スペシャルってついてるんだよ。 SP ってついてたらそれはねスペシャルなんですよ。はい。だからお楽しみに、お待ちしております。そう、つぶやくの苦手。そうなの、難しいよね。なんかツイッターって難しくない？難しいと思う。なんかツイッターをうまく使えるようになりたい。うまく使いこなせてないらしい、どうやら。難しくない？難しいよね。ツイートしすぎるとフォロワー減る、難しい。面白くて目立つじゃないか、本当いいんじゃない？むしろ流してほしい。それがツイッター、自由につぶやいてください。ぜひお願いします。じゃんじゃん、みんながみんな似てる。そうなの、なんかさ、ツイッターがなんか似たような内容になっちゃってないかなって思う時が時折あって、それがなんか書きたいことあるのに、なんかつぶやけない自分がなんかいて、なんか不安に思っちゃうんですよね、どうしても。なんか私こんなのつぶやいても需要ないんじゃないかとか、すぐそういうこと考えちゃうからダメなんですよね。だからそうなの、なんか人にとらわれないで生きていきたい。人にとらわれないで自分を持って生きていきたい。生きていきたい人生。よいしょ。セキュリティポリス？
ペシャル、スペシャル、そうスペシャルなんですよ。顔がスペシャル、顔は、顔はいつもと一緒かもしれない。毎回違う内容なの？スペシャルです。そう、そうそうそう、なんか SNS の使い方が上手い人ってすごい上手いし、ってなると私はまだ使いこなせてないんじゃないかなって思っていて、どう、でもなんかそれがなんか、なんか似たようなのになるのも嫌だし、自分なりの使いこなし方をね探っていっているところよ。サスピーの参考に、なんか無駄がないんですよね、指原さんのツイート。なんとかオタクのなんとかない、何気ないツイート。私も何気ないツイートしたいの。私も何気ないツイートしたい。何気ないツイートしてもいいの？絵文字とか何もつけない何もつけなくてもいいのかな。なんか私もなんかブログ書いてるみたいに、ツイッターもなんか書きたいんですよ。なんかそれがどうしてもためらってしまう。下書きまで書い、そう、下書きまで私書いてるんです。下書きまで書いて投稿しないっていうしないっていうのが、ありよりの何、私のあるある、オーバーあるある的なね感じになってしまうんですよね。ツイッターは考えすぎない。なんかそれこそなんか指原さんがこの間なんだっけそのエピソード5かな、5のドキュメンタリーの YouTube に上がった時に、みんながイコラブちゃんはみんないい子、いい子だけど、それがいいか悪いかわからないっていうツイートを見て、本当にその通りだなって思って、なんかみんながみんないい子だから、なんかそれもどうなんだろうってそのツイートを見て思って、でもそれいい子なのはさ、いいことじゃない、いいことだけど、なんだろう、その動かす力というか、いろんな方に知ってもらうってなると、なんだろう、そのまた違ったところからのものが必要なんじゃないかなって思ってきました。Pのツイート、そう Pのね、Pのツイート、もう無駄がないんです。なんか需要と供給を分かって、今日めっちゃ需要と供給って言ってる。需要と供給がね、そう、何気ないツイートがいいの。何気ない日常ツイート、今日なんかのイコラブちゃんの、なんだろう、レッスン場にそのマッサージチェアがね置いてあったんですよ。マッサージチェアが置いてあって、でこれ花丸気分のネタにしようと思ったんだけど、マッサージチェアが置いてあってね、でそこに なんだっけ、みんな乗り始めて、マッサージチェアに、でなんかもみたたきとかをして遊んでました。なんだろう、
悪はな悪なわ悪いところ出せっていうわけじゃないじゃん。なんかそんな悪別に悪悪さなんて何もないし、でもいい子すぎると良くないしみたいな感じよね。難しいよね。せいぜいのじせうんえーと今日もポシメンが可愛いポシメンが可愛いポシメンが可愛い。あ、そう、サードシングルの話サードシングルのサードシングルの話、ちょっとノリに乗ってきたところで話してもいいですか。サードシングルのぜひ注目していただきたい部分の話いいですか。ミュージックビデオの手遅れコーションのミュージックビデオの中 の関係性とかはね、まだねちょっとあまり言わないでおこうと思うんですけど、一つだけちょっとだけヒントというか注目していただきたいポイントをね言いますと序盤かな、曲が始まって序盤の方に耳打ちしてる、本当に一瞬だけ耳打ちしてるシーンがねあるんですけどその耳打ちしてるシーンをぜひ注目していただけると嬉しいですその耳打ちのシーンがどこにどうやってつながっていくのかっていうのをねぜひぜひね考えてなんだこれはこんなんじゃないかなとかまたいろいろね考えてくださると嬉しいです。ぜひ見てみて。そう。何分だったっけ？最初の方だった。結構最初の方。イントロ終わって A メロ、一番の A メロとかだったかな。かな。そんな感じかな多分。その辺ですね。私からの注目していただきたい部分。なんだろう、みんな一通りミュージックビデオ見て、あ、このいうここはこうなんだろうなって多分大体ね関係性は分かってきて、何回もミュージックビデオ見るうちに、あ、これはこういうことなんだとか多分ね気づいてきたと思うんですけど、まだねまだあるので、そういつか謎を解いてくれるのかな、どうだろうどうだろう。でも発売日まではまだ1ヶ月以上あるけど、発売日まではなんか公にはあまりしないのかな多分自白司会とかでさ一緒に話せたらいいなと思ってます。個別握手会とかでこういうことかなみたいなとか話しちゃったり話さなかったりしちゃったりしなかったりしちゃったりしなかったりするので、お楽しみにということでございますあとはなんだろうな、私の好きなのがサナツンのあの笑うシーンがすごく好きです。リップシーン
が結構みんなその目力、目で訴えてる感じだったりとか、いろいろね、またそこもあるので一つずつ見てくだされば嬉しいです。耳かけどれがいいのかな。重たいよねこれ。片耳にしようかな。パーターいつパパパパパーターパパーカーいつくらい？パーカーいつでしょうね。でも全国握手会とか始まるときにできるかな。できるといいね。でも結構大きめのサイズって言ってたよ。大きめのサイズだから女の子だったらすごいビッグパーカーとして着れるし、男の方だったらちょうどいいサイズで着れるんじゃないかなって思います。そうだと思う。よいしょ。多分ラスボスはキアラ。片耳、両耳出し派。のんののリップシーンの花ちゃん好き。のんののリップシーンの後ろに私がへばりついてます。そう、なんかリップシーンね、2ペアで撮影したんですけど、今までのリップシーンは一人で撮影だったので、また違ったそのペアで撮影して、隣のメンバーがいる時にね、横でいろいろさせていただいたんですけど言い方させていただいたんですけど、またそれもなんだろう、ちょっとゾクゾクっとする感じにね仕上がったので。多分なんか大きい、本当に大きいサイズって言ってたから、多分みんな入るんじゃない？みんな入るよきっと。みんな入ると思うよ。いや、はい、もし入らなかったら、もし入らなかったら飾ろう。大丈夫、絶対入るよきっと。大丈夫ですよきっと。の夜のネオン街のシーン、ネオン街、私が写真を撮ってしまったシーンのところのね、ところが一番最後に撮影して、ちょっと今ボタンを止めてます。一番最後に撮影したんですけど、あの時ミニアの誕生日の付近ぐらいだったから、ちょっと寒かったんですけど、もう最後のシーン、私のラストの撮影シーンがそのパパラッチするシーンだったので、ちょっとね楽しく走り回りました。の私がこうやって振り返るシーンが、あのめっちゃダッシュしながらね、のんのと2人ダッシュしながら撮ったんですけど、楽しかったです。街中をねダッシュしてバー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 ってダッシュしたので、楽しく撮りましたあの時は。撮影はね、もう一日で終わったんですよ。もう一日で撮影だったので、すごい楽しく撮影しました。なんかファーストとセカンドの時は何日間かに分けて撮影したんですけど、今回はね一日でギュッと詰め込んだので、そう、あの衣装めちゃめちゃ可愛くて、あの服
通に買いたい、買いたいです。でもさ、もう 今の時期だったらまだ大丈夫か、6月ぐらいまでならあの服着てても暑くないかな。結構厚着だから、長袖だし2つ重ね着してるから、どうだろう。ワンスポさんのお洋服めちゃめちゃ可愛い。ああいう、なんだろう、派手めなスポーティーな服とかあんまり着たことなかったから嬉しかったです。なんか自分、私意外とこういうのも似合うあ、似合うなって思いながらちょっと見てました。嬉しかった、ああいう服着れて可愛くてよいしょよいしょ。じゃあ今日はそろそろこの辺で終わりにしようかな、終わりにしようと思います。なんか花丸ちゃんさ、結構なんかやっぱなんか ガーリー系よりちょっとボーイッシュな方が似合う似合うかなって最近思い始めてきたでも私はシンプルな服が好きよいしょ。じゃあ今日はそろそろこの辺で終わりにしたいと思います。はい、この辺で終わりにします終わりにするぜ。皆さんありがとうございましたそれでは順位を読みます。1位泉さん、2位アラさん、3位レオ様さん、4位タカヤンさん、5位がマイクさん、6位が君はトッキーさん、7位がアラジュウさんさん8位がミサちゃん、9位がユキナちゃん、10位が秋男さん、11位がトランポリンソータさん、12位がベニーさん、13位が AKR さん。ありがとうございます。見てくださった皆さんもありがとうございました。よいしょ日焼けしてるからスポーティーな似合う日焼けしてる、まあ、日焼けしてますね認めましょう、認めましょう、仕方がない、認めざるを得ない。お茶を飲もうよし。だからサードシングルからは私は何気ないツイートをできるように頑張っていきたいと思ってますてなわけで今日はそろそろこの辺で、いつも皆さんショールームに来てくださってコメントしてくださってありがとうございました。ありがとうありがとうございました。一日一手遅れコーション、今日手遅れコーションって書いたかな、あ、書いた書いた気がする。今日の手遅れだったこと、今日の手遅れだったこと、なんだろう、今日の手遅れだったことでしょ、なんだろうな、え今日手遅れだったこと、手遅れだったこと、いやない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 あ、自動販売機に、全然手遅れじゃないけど、自動販売機にね、のお金を100円玉をね入れたら反応しなくて、ボタン押しても反応しなくて、のトマトジュース買いたかったんですけど、トマトジュースが反応しなかった、諦めてこのほうじ茶をご購入になりました。はい、全然 手遅れでも何でもないけど今日の大場さんでした。それでは皆さんさよなら、ありがとうございました。消えます、おやすみなさい。前髪が
前髪が綺麗に割れないんですよね。それではさよなら、おやすみなさい、消えます。3、2、1、おやすみ、さよなら、バイバイ。おやすみなさい。全然3人